クロスティッツにあるビール醸造所の建物ウーア、クロスティッツアーは、ライプツヒのクロスティッツのビール。このビールのラベルは、三十年戦争時の六百三十二年、ライプツヒ進軍中に、クロスティッツを通過したスウェーデンオグスタフニセイ、アドルフの肖像である。言い伝えによると、アドルフは、ここで醸造家にビールを持って来させたが、素晴らしいビールだと褒め、お礼に、そのビールマイスターに、 金の指輪を贈呈したという。醸造券は1534年に、ゲオルク公爵が、クロスティッツ機資料のハンスバールに与えたものである。1738年、琥珀ビールの販売が行われ、1803年には、さらに強ビールと、弱ビールが醸造された。1867年から1876年まで、醸造所とモルツが新たに建てられ、 1894年から1899年にかけて設備のさらなる近代化が進んだ。ビールの売れ行きは連続的に向上しており、1899年には約900万リットルに達し、その当時200人の従業員が働いていた。ライプツヒでは、クロスティッツァーラガービール、ドゥンケルビール、ボヘミア風ビール、季節に応じて、ボックビールや、 メルゼンビールなどを扱う84件のレストランと110件のビール屋があった。1904年に初めてウーア・クロスティッツァーの名称が用いられた。東ドイツ時代には国有化されていたが、1990年にクロスティッツァー醸造所はフランクフルトアムマインにある合資会社ラーデベルガーグループの一部になり、それ以来多くの設備の新築、改築、 近代化が行われた。今日では、クロスティッツァーに古くから伝わるビールマニュアルに従って、黒ビールと繊細でドライなピルスナーを製造している。現在では112人の従業員が働いており、3740万リットルのビールを生産し、約2600件の飲食店に配達している。ティム・ハンプソン、世界のビール図鑑猫パブリッシング2010年。 P134 ありがとうございます。